でもなんか、やっぱこう、これからもなんか、なんでしょうね、こう、そういう、土台をちゃんとこう持ってる人、ね、人であったりとか、閣下のような方というものを混ざりながら、こう、やっぱ、この3名だからこそできるというものっていうものは、はい、さらに本当こう、いろいろ作り続けていきたいっていうものもあるんですけど、今でも、義兄貴というものはやっぱ定着させたいというか、はい、いろんな広い世代、地域の方にもなんか知ってもらいたいというのはあるので、はい、でもそれでも本当にもうこう長い時間かけて練ってきたって部分でも、でも毎回何かしらこう新鮮なところというか刺激があるというか、そうですよね、面白い公演かなと思ってますね。やってる我々がなんかやっぱりこう楽しんでるって言ったらだけど、はい、楽しくて、で見てる人もすごく楽しんでもらえるっていうのはなんかこうすごいな、そうなんね、素晴らしいな。それはまた別の話なんだね、うん、矢野さんと東君がやってることというのはまた別のジャンルで、うん、我々と山井さんを入れてやるもののものづくりはちょっとまた違うんでね。そうですね、そうですね、うん、はいはい、うん、我々でなければできないものを作っていこうということはもちろん私も皆さんも思ってるでしょうし、はい、やっていきますよ。酔っ払ってきた。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、もう山井さんあれですよね。ずっと視聴者の方でわからない方いると思うんですけど、はいはい、ずっと世紀末を愛し続け、そうですよ。もうバンドもやってたわけですもんね。もうそうです。はい。もう私中学生の時からもう。世紀末信者。何がそんな好きなの？何が好きだった何でしょうね。いや僕も随分若い時はいわゆるこうヘビーメタルとか、うん、ハードロックってやっぱり結構聞きましたよ、うん、やっぱりいわゆるみんなが聞くようなバンドっていうのは一通り、ジャパメタとかもう全部一通り聞いたんだけど、やっぱり一番強烈に声のことは、はい、バーッグーンウェーンウェーンって曲は他のバンドもいっぱいあるわけじゃない、はい、うちのバンドは何かが違うはずなの、うん、そう、その他のバンドとは。そうなんです。ガーって、何が違ったのかを知りたい。ですね、なんか、こう、なんて言ったらいいかな、こう、まあ、曲、どんなに残酷な歌を歌われても、はい、悪魔のこう地獄の歌を歌われても、はい、なんかね、あったかみがあるというかですね、なんか温かみを感じたんですよ、すごく、うん、なんかすごくなんか他のなんかバンドの演奏とか曲っていうのはなんかこう、まあそれはすごいテクニックとかすごくてかっこいいっていうのはあるけど、うん、なんかこうなんだろうな、なんかこう冷たさというか、あんまり温かいという感覚にはならなかった。言葉もそうです。あと言葉ってことは歌詞だから俺だよね。そうです。ええ、そうです。歌詞。ええ、やっぱ言葉ですね。やっぱり一番は言葉だったんじゃないかな。うん、そこがなんかね、すごくこう、温かくて、こう、なんていうかな、こう、救われる。救われた。なんか、女が救われた。うん。例えば、何という曲ですか、うん、例えばですか。ええ、僕が挙げたらそうですね。やっぱり、バッドアゲイン。あとは、エルドラド。あとは、ウィナー。ミナ、うん、はい。はい。そういう曲です、ね。全部シングルじゃない？そうですね。シングルではない曲は？シングルでない曲ですか？シングルでない曲。いや、それいっぱいあるけど、どれを挙げたらいいんだろう。バッドアゲイン、ミナ、みんなシングルの曲だから。あとは、ゴーアヘッド。それ随分飛ぶね。飛びますね、はい、飛びます、はい、間が聞きたいんですけどその間ですか。いや、そうだったら例えばブランニューソング、ブランニューソング、あ、ブランニューソングね。それね、俺が作詞してない。そうでした。それは素直ちゃん、ルークさんのギターのルークさんの曲でした。はい、すみません。なんかね、こうやっぱなんかこうすごくこう惹かれるものがあって、でなんか自分でこう演奏すると、みんなで演奏するとなんかこうやっぱり、あ、なんかすごい、だから
さあ、世紀末って、はい、いや、今ね、35周年で再集結して、ビデオで回ってやってるけども、ファンの人が、どういう気持ちで世紀末を見に来てるのかっていうのを、確実には分かってないわけだよ、こっちは。なるほど。どんな気分で、俺たちに会いに来てるのかなっていうのを、ちょっと知りたい感じはある。それはですね、もう、なんていうか、一つの、やっぱりこう、ブランドなんですよね。ブランドっていうか、だから、いわばもう、なんていうか、こう、伝統文化っていうか、もう、伝統芸能になってるっていうか、もう、やっぱりなんか、それがこう、もう、一つの、もう、型になってるっていうか、様式美、型、まあ僕、僕の能楽部で言うと型になってる。それは、つまり、見に行った段階で、OK なわけじゃない。うん。伝統芸能の場合は。はい。でも、俺たちは、見に来てくれた人が、ギャーって言って、お前らーってのをやりたいわけじゃない。つまり、見に来た段階で OK なのではなく、うんうん、見終わった後に面白かったというものを作りたいと思ってやってるわけじゃない。はい、はい、はい。そうですね。それはどうなんですか？だから、それは、どうなんですか？いや、それは、あれですね、いや、今回、だから、本当に、だから、なんていうかな、まあ、映像ですよね。うん、いわゆる、ステージが流れてるような、ライブ映像、ライブ映像ですけど、もちろん。ビデオが始まった瞬間と、終わった瞬間の話。うん。やっぱり、それは、表現としての深みというのは、圧倒的にやっぱり、あるわけですよ。やっぱりそれは、いや、昔の若い時の世紀末だったり、若い時の閣下の凄さっていうのはもちろん、もう若さでグラーって言ってるっていう。でも、それはでもやっぱり、今の閣下で表現できる、今の世紀末の皆さんで表現できるっていう、この深みっていうのは、うん、やっぱりこう若い時の演奏とはやっぱ違っていて、どっちなんだよ。え頭とケツとどっちが面白かったのかを聞いてんだよ。いや、すみません。いや、だからそれは、やっぱり、それ言ったら、いや、今ですよ、やっぱり。はい。それはなぜかっていうと、やっぱり、私も能楽の世界でそうなので、やっぱり、はい、僕らも結局、なんていうか、はい、ずっと生涯現役という世界で。我々同じ同業者なんだよね、みんな。はい。生涯現役なわけですよね。だから、常に右肩上がりであるという、こう、スタンスというか。で、完全にやっぱり僕らも、能楽も肉体は衰えるし、年は取っていく。表現する、できることは減ってくる。でも減ってくるっていうのは、なんか本当のことが、そのエッセンスというか、結晶のようにこう、無駄なものがそぎ落とされて、凝縮されてね、なんかこう、凝縮して、こう、結晶化していくものっていうのが、最後は一番強い。だそれをやっぱ世阿弥という人は、誠の花っていうふうに言ったので、やっぱり花を咲かせて散らせてということを繰り返した先に、世阿弥は本物の花っていうのは、年を取った時に初めて咲くんだっていうふうに、世阿弥は言ったので、まあ、その、僕らの場合はその世阿弥の教えの花という概念を考えると、やっぱりやっぱりキャリアを積んできた時の花っていうものが、やっぱり一番素晴らしいと思うわけですよ。だからそれに照らし合わせて考えると、やっぱり今のまさに、今の世紀末の、方々の表現というのがやっぱり一番すごい、うん、つまり終わった時の状態ということですね。そうです、はい、その時にやっぱりなんか自分もなんかこうなんか生きててよかったなってこう。そうなのかな、難しいね。これね、面白い話だよ、はい、松本君も含めて面白い話だと思うけど、はい、我々みんな同業者じゃん。でバーンってステージに出た時のインパクトと、去る時のインパクトの、どっちにどのようにインパクトを残していくのかっていうことって考えるでしょ？なるほど。それ面白いと思わない？これは、なかなかこう、深いところですね。本当に最初のインパクトというか、例えば、初めて見るということで言うと、現物があることによってのサプライズ、なんか驚きというか、
喜びもありますよね。はい、でも、コンサート終わっての喜びっていうのは、まあ、なんか、至福の時というか、こう、好きな曲やってくれたとか、いいもの聴けた、素晴らしかったなっていうことでの喜びっていうものがあるっていうのは、うん、はい、その気持ちっていうのは最初にはないわけですよね。そうです。うん。そうなんです。うん。このバランスってね、難しいんですよ、ね。難しいですよね。うん。はい。難しい。なので、その、今の、その、山井さんの話で言うと、俺からすると、いやー、それって全部、ほとんど前に入ってんじゃねえのってなるわけよ。ああ、そうか、前になった。ああ、うん。だから、ラストに入ってるものを作らないといけないんじゃないのって思いながら聞いてた。ああ。うん。ラスト。なんか、今回のテーマの匠の話にだんだんなってきましたね。なんかそうですね。そうですね。ディープな、ちゃんとこう。そうですね。今回のね、今回、匠ということが、テーマですので、はい、匠の話ですね、終わり方か、終わりね、最後のところ、なるほど。そう、匠はね、難しいんだよ。匠最初にこういうものを振りまいて、最後にこういうものを振りまいて、去っていく。うん。っていうことを考える。振りまいてね。ということです。今日のこの匠のドンダムなかなかこのどう終わっていくのかと思うの、またなかなか終わりが。まあでもね、なかなかでもこれ打ち上げ、今までの我々のその打ち上げとかではまた今まで本当に一回も話してもないようなことも今回いろいろと話も聞けて、今そうですね。ね、すごくなんか。このチャンネルならではの。そうですね。たぶんね、こういう会話を、なんだろう、演出、うん、演出として、始まりはこう、終わりはこうということを、どのように考えて我々はやっているのかということを話すことないですと。うん。他辺はないし、あなた方もないと思うんですけど、はいはい、それがね面白いんだと思う、うん、どういうふうに終わって、そのステージを見て終わってほしいのかっていうのを我々は必ず思ってるじゃない、うん、思ってるんだけど、思っててることは知らない客は、うんうんうん、それをこんなふうに思ってんだよ。酔いすぎる前に。でもなんか今日でもすごくいい、いろんなあの閣下の話もそうし、山井さんの話もそうですね。僕はもうそれだけで楽しくて、ね、第2回目のドンダムは、ね、結構深い話ですよね。深い話ができたんですけど、でもただまたでも本当来年でも2月また、はい、まあ、我々ではちょっと何の仕様も できないんですけども、はい、いい状況にまたこう、多分なって、だと思いますからね。ね、やれるようにちょっと。ぜひ、ね、楽しみにしている方も大勢いると思うので、やっぱりぜひね、2月はね、ぜひやりたいですね。またその時は、ぜひまた、ちょっと新ネタは入れるか分かんないけど、なんか頑張って、そうだ、いや一緒にね、もうね、あがつぼさんが、閣下をですね、こう、踊らせるというシーンがやっぱりこう劇劇の中にあるというですね、これがね、私もね後ろで見てていつも楽しみ。本当公演が実現したらぜひね、皆さんにも見ていただきたい、ね、公演なので、はい、ぜひね、お時間合わせて来ていただければなと思いますので、皆さん、ね、来てください。本当にただすいません、なんか本当長々と素晴らしいお話聞かせていただきました。ありがとうございます。本当にもう光栄です。これができるだけ、実際にこう、飲んでこう、話ができるような状況が早く来ればいいなと思いますんで。そうだね。そうですね。そうですね。本当です。今度、実際に飲みましょう。そうですね。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。すいません、お忙しいところ、閣下。は
ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、いやー、閣下とのまた、だからこう、いやー、なんか話が普通の打ち上げじゃこうなんかこう話さないような、うん、あ、話というかね。でもやっぱ今回そういう匠っていうかね、今回いろいろこれからの匠、素晴らしいこう技術の話とかっていうものをこのチャンネルではいろんな人の話も聞きたいっていうところで言うと、そのテーマがあるからこそ、なんか閣下も違う、普段あんま聞かないような ね話もできたから良かったなと思いますけど。いや、また面白い話が、まあ、早くでも実際飲みたいですね。ねえ、ねえ、結構でもなんか、ね、でも見つめられるでも結構なんかこう、今までもなんか飲んでる時も結構ディープな話出てきて、この感じだもんね。うん、いつも結構割とディープ、今回の話じゃないけども、そう、同じように割とこう深いとこ、ね、こういう話になってた。あだから気づくともう結構深い時間いってますもんね、みんなね。いや、やってた、すごい、結構もうだからそれもまたね含めて楽しい、いや楽しかった、ね、楽しいひとときでしたね。でもまたこれがね、ぜひまた来年またこうやりたいですね。ね、やりたいです。続けていきたいですね。本当にいろんな人にあの技研究はね見てほしいな、見てもらいたいな。ね、本当、いや、もうぜひ来年やりたいですね。本当ね、だから本当またこうね、このあのこちらでもまたいろんな、ジャンルのいろんな方々にまたね、こういう形でこういろんな匠にやっぱり出ていただきたいと思いますんで。だからこのジャンルでいろんな部分でこう、そういうのを臨機応変にこう、ね、いろいろやりたいですよね。あの今回みたいにリモートであったりとか、実際もしかしたら来ていただくのか、そうです、ね、もしかしたら状況によってはそういう、みんな集まってね、うん、やれるという状況、その辺はいろんな形で皆さんにちょっと楽しんでいただければなと。そうですね、またいろいろこう広げていきたいと思ってますね、また何かあのいろいろご意見のある方はもうこちらまで、あ、違うか。コメント欄の方に。コメント欄の方にいろいろまたこう、なんかご要望があればですね、コメント欄に書いていただきたいと思いますね。はい。じゃあ、まあ、まあ、恒例といってもまだ今日2回目なんで、今回が。恒例にはなってないですけども。はい。お酒代をちゃんとどちらが払う。はい、そうですね。じゃんけん。これ、じゃんけんって言うけど、今日はあの、私はこれあの、クーポンでしかもなんかこんなにいっぱい買ってたの。だ、今日は負けられない。前回負けたから一旦では。そう、あの前回知らない方はですね、前回私が買ったんですね。はい。で、私で一生。確実に痛いの俺だよね。負けたら。そう。やばい。今日はクーポンだね。おじゃんが払ってるから、ね、新潟でちゃんとお金払ってきたからね、俺は。これなんか俺が買ったら結構なんかボロ勝ちっていう感じ。なっちゃうんで、多分ね、あの今日の夜、はい、寝苦しいかもしれないです。俺ずっと祈ってます。山井さんちょっと苦しめ、山井さんちょっと苦しめ。ああ、もうなんか寝苦しいんだと思って。どうりで。じゃあ行きましょうか。はい。最初はグーで。最初はグー。いきますよ。ちょっと上向きでやってますか、画面のね。そうですね。はい、ですか。最初はグー。じゃんけんぽい。あの番組で。お前。お。連敗。2連敗、俺チョキ出しはよかったな今。そんなの一瞬迷ったんだよね。そんな後悔の仕方あるそれ。あ、チョキ出しが、それは俺もそう。たられば、たられば。お互いそう思って、またチョキとか出してもらったの。ちゃんとそれでやっぱ自分信じた方がいいね。OK。いきますよ。よし、はい。最初はグー、じゃんけんぽい。怖いな、ちょっと。やばいな。クーポン粘るね。いくよ。そこまで俺は金を出したくないっていう。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ負けた。よっしゃ負けた。もうちょっと買っときゃよかった。まあ、失敗したな、お前。やっぱりね。やっぱりあの、GoTo クーポンを使って、勝とうっていう、やっぱそういう浅はかな考えを持つってことがやっぱりね、ダメでしたね。いや、ね、でも、はい、いろんなお酒買えてよかったですね。いや、そうですね。おかげさまでこんなに買ってしまいました。まあ、ということで、ぜひまた、はい、このチャンネルもね、ぜひ、チャンネル登録と、そうですね。そして、いいねボタンも押していただければ。皆さん登録して、ボタンを押してください。はい、ぜひ、お願いします。はい。また、じゃあ、次のね、匠の方というのもまた、我々でちょっといろいろと模索しながら決めて、ね、リサーチして今随時決めます。またなんか連絡くださいね、はい、この人いいよ。あ、俺もちょっと出しますから。わかりました。そうですね、候補出して、誰ドラマが来てて、でもしこれをご覧 の各ジャンルの、アーティスト有名人いろんなこういう我々のお仲間の方、
あの、自戦他戦は問わず。あ、言っていただくのもありがたいですね。そうね。私出してよっていう方がもしいたらですね、うん、ぜひ、そういう方を、あの、こういう人いるよとか言うのもそうですね。すねあの、ぜひ飲みたいので、飲もうという。これ飲みですから、どんだろう本当に飲んでますから、リアルで飲んでますから、で、見てる方もぜひ飲みながらね、見ていただきたいということですから、はい。また次回をじゃあ、飲み仲間募集、飲み仲間募集です。はい。はい、また、じゃあ次回を、はい。お楽しみに。お楽しみに。さよなら。さよなら。